ウィークリー1位金メダル優先推し活リクエストを知り区第25回、ウィークリーランキング結果発表。初のフルアルバム、ノーイチのリリース目前。ナンバーアンダーラインアイ、INZM が1位。音楽は常に私たちの生活の一部であり、感情や思い出と結びついています。特にお気に入りのアーティストや曲に対する思い入れは、日常の中での小さな幸せの一部です。最近、 優先の推し活リクエストで話題になっているナンバーアンダーライン愛の INZM がその一例として注目されています。この曲は特にファン層に強い支持を受けており推し活文化の中でも大きな影響を与えています。推し活とは単にアーティストを応援するだけでなく日々の生活の中でその存在を中心に据え彼らの成功を自分の喜びとして感じる活動を指します。そして その活動が広がるにつれ、ファン同士のつながりや共感が深まり、新しい文化を形成しています。INZM がウィークリーチャートで1位をキープしているのは、まさにそのファンの力の表れです。推し陸という形でのリクエストが可能になり、ファンは自分の好きな曲が街中や店舗で流れる瞬間を楽しみにしています。これは単なる音楽の消費ではなく、音楽を通じて自分たちの存在を感じ、 共感しし合う新しい形のコミュニケーションですナンバーアンダーライン愛のようなアーティストは、こうしたファンとの相互作用を通じて、より一層その音楽が深みを増し、広がっていくのです。推し活リクエストは、ファンとアーティストの関係をより緊密にするツールとなっています。特に優先のようなリクエストシステムでは、リスナーの意見がダイレクトに反映されるため、ファン一人一人の声が非常に重要な役割を果たします。 これにより、ファンは自分たちの力でアーティストを支え、成功に貢献できるという強い意識を持つようになります。INZM が1位を獲得した背景には、こうしたファンの熱意と団結力があることは間違いありません。しかし、音楽業界は常に変化し続けています。新しいアーティストが次々と登場し、ファンの関心を引くためには、アーティストは常に新しい試みを行い、 進化し続ける必要があります。ナンバーアンダーラインアイも例外ではなく、彼らがこれからどのようにファンとの絆を深め、新しい音楽を生み出していくかが注目されています。彼らの初のフルアルバム、ナンバーワンのリリースが間近に迫っており、これが彼らにとって次の大きなステップになることは間違いありません。アルバムの成功はもちろん、リリース後のライブやイベントでのファンとの交流がどのように進化するかも大いに期待されます。 このような推し活リクエストのランキングシステムは、日本独自の音楽応援文化をさらに強化しています。ランキング上位に入ることで、街中や店内でその曲が流れ、さらに多くの人々に知られるチャンスが広がります。これはファンにとっても大きな達成感となり、彼らの応援が実際の結果につながるという喜びを感じることができるのです。このようなシステムがあることで、ファンは単に音楽を聴くだけでなく、 アーティストの成功を一緒に築き上げていくという感覚を味わうことができます。推し活リクエストは、単にランキングに影響を与えるだけでなく、アーティスト自身にも大きな影響を与えます。彼らはファンからの強い支持を受け取ることで、自信を持って次のプロジェクトに取り組むことができ、その結果がまた新しい音楽として還元されていきます。アーティストとファンが共に成長していくこのプロセスは、 今後の音楽業界においてますます重要な要素となるでしょう。このように、ファン活動と音楽業界の関係は、昔とは大きく変わりつつあります。デジタル技術の進化により、ファンとアーティストの距離はこれまでになく縮まり、双方向のコミュニケーションが可能になりました。SNS やストリーミングサービス、そして有線のようなリクエストシステムを通じて、ファンはアーティストに直接影響を与えることができ。 その影響が音楽シーン全体に波及していきます。今後の課題としては、ファンの力が強くなる一方で、その期待に応えるプレッシャーがアーティストにかかることです。アーティストは常に新しいものを提供し続けなければならず、そのために想像力を絶えず発揮しなければならないというプレッシャーは、時に彼らの創作活動に影響を与えることもあります。また、ファンの期待が高まりすぎると、 アーティストががそのの期待に依頼られななかった場合、ファンの反応が厳しくなるこ,ともありますこのような状況にどう対処していくかが今後のアーティストにとって重要な課題となるでしょう。その一方で推し活文化が広がることで音楽業界全体が活性化していることも事実です。ファンが積極的にアーティストを支えることで音楽シーンはますます多様化し質の高いコンテンツが次々と生まれていくのです。 ナンバーアンダーラインアイや INZM の成功はその象徴的な例です。彼らはファンとの強い絆を基盤にこれからも新しい音楽の可能性を探求し続けることでしょう。音楽の世界は日々進化し、アーティストたちは絶え間ない努力と革新を続けています。しかし、そんな中で特に注目を集めているのが No. アンダーラインアイというユニットで、その中でも 「INZM」という曲が多くのファンに愛され、最近ウィークリーランキングで1位を獲得しました。この快挙は、単なる偶然や一時的なブームではありません。むしろ、長いプロセスを経て緻密に計画された戦略と、リスナーとの深い共感が結実した結果だといえるでしょう。ナンバーアンダーライン愛がこの結果をどのようにして達成したのか、その背後にはどのような物語があるのかを深く釣りしていくと、 音楽業界全体に対しても多くの示唆を与える要素が見えてきます。まず、音楽における成功の背後には、アーティストとリスナーのつながりが不可欠です。ナンバーアンダーライン愛の場合、彼らの音楽は単にメロディーやリズムが優れているだけでなく、歌詞に込められたメッセージが多くの人々の心に響いています。特に、INZM の歌詞は、現代社会に生きる若者たちの葛藤や希望を見事に表現しており、 そのテーマは幅広いい層に共感を呼んでいます例えば、社会の中で自分の位置を見つけられずに苦しむ若者や、未来に対して不安を抱える人々が、INZM の歌詞を通して勇気をもらい、新たな一歩を踏み出すきっかけを得ているという声も少なくありません。このように、歌詞を通してリスナーとの共感を深めることが、彼らの成功の一因となっているのです。また 彼らの音楽プロダクションのクオリティの高さも注目すべき点です。ナンバーアンダーラインアイの楽曲は、その洗練されたプロダクションにより、音楽業界内外で高い評価を受けています。例えば、プロデューサーやエンジニアたちが一切の妥協を許さず、細部に至るまで徹底的にこだわって作り上げられたサウンドは、一度聴けば忘れられない強いインパクトを与えます。さらに、スタジオでの収録だけでなく、 ライブパフォーマンスでもそのクオリティを維持していることが、彼らのファンベースをより強固なものにしている要因の一つです。多くのアーティストがスタジオ版とライブ版で異なる印象を与える中、ナンバーアンダーライン愛はその一貫したパフォーマンスで、リスナーに対して信頼を築いているのです。しかし、単に技術や歌詞だけではなく、彼らのマーケティング戦略も非常に巧妙です。音楽業界は競争が激しく、 優れた楽曲を発表するだけでは必ずしも成功するとは限りません。No. アンダーライン愛はソーシャルメディアを駆使してリスナーと積極的にコミュニケーションを取り続け、その過程でファンのフィードバックを大切にしています。このようなファンとの対話はアーティストとファンの間に深い絆を築き、リスナーが彼らの音楽を自分たちのものと感じられるようにしています。例えば、INZM がリリースされた際、 彼らはファンと共にカウントダウンイベントをオンラインで行い、ファンが一体感を感じられるような仕掛けを行いました。こうしたマーケティングの巧みさが、ランキング1位という結果につながったのです。さらに、彼らの成功には時代背景も影響しています。そのような時代において、音楽は人々にとっての癒しや、逃避の場としての役割を果たしています。ナンンバーアンダーアダラインアイの楽曲は、 まさにそのような現代社会のニーズに応えるものであり、聴く人々に安心感や勇気を与える力があります。特に、INZM のような力強いメッセージを持つ楽曲は、この不安定な時代において、多くのリスナーにとっての支えとなっているのです。音楽業界においては、流行やトレンドが非常に早く変わります。しかし、真に心に残る楽曲は、そうした一時的なブームを超えて、 長くリスナーに愛され続けます。ナンバーアンダーライン愛の場合、彼らの音楽が時代のニーズに合致し、かつそのクオリティと共感性によって、今後も長期的に成功を収める可能性が高いと言えるでしょう。また、彼らの今後の動向にも注目が集まっており、新たなリリースやプロジェクトがどのような形で展開されるのか、多くのファンが期待を寄せています。このように、 ナンバーアンダーライン愛がウィークリーランキングで1位を獲得した背景には、彼らの楽曲の質の高さ、マーケティング戦略の巧妙さ、そしてリスナーとの深い共感があることがわかります。彼らの成功は、単に音楽の分野だけでなく、ビジネスやマーケティングの観点から見ても非常に興味深いケーススタディとなります。音楽業界は常に変化し続ける中で、彼らのように時代に適応し、 リスナーとのつながりを大切にするアーティストが今後も成功を収めることでしょう。また、彼らの成功が示唆するもう一つの重要なポイントは、バランスです。音楽業界において、技術的な優位性だけではなく、アーティストがどれだけリスナーと感情的に結びついているかが、成功の鍵を握る時代になっています。例えば、SNS やオンラインプラットフォームを活用することで、 アーティストが直接ファンとコミュニケーションを取る機会が増えましたが、その中でいかに誠実にファンに向き合うかが問われるのです。ナンバーアンダーラインアイのように、ファンの声に耳を傾け、その期待に応える努力を怠らないアーティストこそが、今後の音楽業界での競争を勝ち抜いていくことができるでしょう。最後に、彼らのこれからの挑戦に注目が集まります。INZM はすでに多くの人々に愛されていますが、 これが彼らのキャリアの一つの通過点であることは間違いありません。次にどのような楽曲やプロジェクトを手掛けるのか、そしてそれがどのようにリスナーに受け入れられるのかが、今後の大きな焦点となるでしょう。